はい、どうもプラルでございます。本日はですね、ついに来ました極猫祭新キャラクター英傑ダークダルターニャですね。こちら今回ですね、まあ、レアチケの方を23枚使って狙っていきたいなと思います。まあ、出ればいいなぐらいでね、まあ、確実に出るとは思わないんでね、まあ、とりあえずもういつも通りにね、普通に回していきたいと思います。もうね、変な期待はしないでいきます。いきます。じゃあゆっくりめに行きましょうか。はい、今まではですね、あ、待って、音が、おう、ちょっと待ってください。はい、ポチってボタンの音がね、出てなかったんで、もう一回ちょっとね、気を取り直してやりたいと思います。じゃあ残り22回ね、いきまーす。はいはい。まあ、とりあえずですね、まあ、超激レアが1体ぐらい何かしら出てくればいいかなぐらいのね、もう気持ちでいきましょう。まあ、とりあえずは、もうレアキャラのプラス上げを目標に。で、しかも福引きガチャもね、手に入るので、まあいいんじゃないの？うん。出なくても、ね、大丈夫。投げずに行きましょう。まあそんでもってね、当たった方は本当におめでとうございます。まあコメント欄でね、当たった方は、当たった方じゃなくても、まあ、今回のね、ガチャ結果についてね、教えていただければ、いいなと思います。はい、さあ、たまにはさ、出てほしいな。最近全く引いてない。全くっていうかね、極猫さ、おほほほ、危ない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 。サーファーか。はいはいはい。これでね、できれば、でもね、どうだろう、まあ、黒御玉も出てくればいいんじゃないのとか思ったりするけどね。まあ、その前に超激レアが出てこないっていうね。まあ、これがニャンコ大戦争。まあ、まだ17回も残ってるから大丈夫。大丈夫。案ずるな。まあ、激レアが出てるっていうことは、まあ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 、もうちょいで来るんじゃないの？流れ的に来るんじゃないの？まあ、それが何になるかがわからんけど。まあ、出ない場合もあるけどね。魔女ね、毎回よく出てくるなって思うんだよね。なんね、何かとりあえずね、盛り上がりが欲しいです。さすがに猫缶だけは使えないな。ちょっとね、窓曲げに回さないといけないんで、やっぱりちょっとね、まだね、使えないですね。まあ言ったところで22連プラスぐらいだからね。お、待って、そっちあーらら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 ら、 AR。 あ、妖精系ですね。2体目だね、妖精系は。びっくりしたなぁ。いや、違うんだよ。こやつじゃないんだよ。でも流れはいいよ。とりあえず超激レア出たから。しかも新キャラだからね。それはありがたい。あともう一体ぐらい。え、危ねえよ、竹馬。あれ、ロッカー出てきてないよね。けどロッカー欲しいんだよね、普通にレアキャラで。おー、ジェンヌはい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 。あと9回だよ。あー、あと一体ぐらい欲しいよ。ちょっと待って。欲を変えたらダメか。あ、ファイターは良かった。さあ、運命の瞬間が。せめてね。ゴーおーおーおー、XP だね。怖えー。もう待って、無理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 。こういう感じなのはちょっとね、無理なんだよ。まあでも、期待はしないって言っちゃったからね。そんなに期待はしないぐらいで。にしても、渋いよな。渋いよな。別になんか、何でもいいから、超激レアでも出てくれればさ、あーとかさ、そういうリアクションがさ、なーにーなんで言うたそばから。ほほほほほ。上杉謙信持ってなかったんか。おー。まあ、いいんじゃないの。いいんじゃないの。あと5枚。さあ、行くよ、とりあえず。このまま。おお、XP。
サラダが欲しかったな。サラダが欲しかった。いらないし、あと残り2枚。あと3枚だ。早とちって言ったわ。あと3枚。さあどう、竹馬よ出るね。竹馬さん、でも一応前回はレアチケで何か回した時は確か爆死だったから、まあとりあえず今回はまあ悪くないんじゃないの。うん、悪くない結果だと思うよ、とりあえずはね。まあ極猫さんは毎回来るからね。うん、まあ、今回出なくてもね。竹馬で締めるんかい、もう。はい、ということでですね、本日はですね、極猫祭の方23回ね、回したんですけれども、まあとりあえずね、新しい新キャラの方は出ず、毎回同じ結果なんですけれども、一応超激レアの方がね、まあ、2体出てきてくれたので、今回はまあ、いいんじゃないと思います。でしかも新キャラですね、上杉謙信、こちら持ってなかったですね。で、あとですね、こちら風の妖精 AR、はい、全くもうここら辺も妖精系は全く触れてないキャラクターなんでね、まあ、これを機にちょっと使うのも手かなと思います。で割となんか今回竹馬が目立ったような気がするのは気のせいなのかな。3体、まあそんな感じで、まあとりあえずね、今回の極猫祭でね、まあ、回した方はコメントで何か出たか教えていただければ嬉しいと思います。あとはですね、まあ、当たった方は本当におめでとうございます。はい、自分もね早くねちょっと当てられるように、まあなんとか対処をね考えたいなと思うんで、まあ次回かな、うん、次回リベンジしたいなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またね。